皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はモノマスターの通常版増刊購入しましたので順番に開封していきます。それではまずは通常版から開封していきます。はい、開封いたしました。今回の付録はスヌーピーさんデザインの万年筆セットです。はい、中にはこちら缶ケースに入った万年筆セットですね。こちらとあとこのセットの注意事項とか使用上の注意ですね、がこれなぜか2枚同じものが入っておりました。それではまずは缶ケースから見ていきましょう。ご覧ください。正面にはスヌーピーさん、ポストから手紙を取り出して読んでいるイラストがプリントされております。はい、何を見てらっしゃるんでしょうか。でその横にライトナウの文字、さらにはピーナッツのロゴと足跡マークもついております。で缶ケースのちょっとこの上の方分かりますでしょうか。何やら妙な跡がついてまして、下の部分もこれですね。でこれ汚れかなと思ってこう拭いてたりするんですけれども取れませんので、何かこう跡がついちゃっておりますので、これは交換対象かちょっと問い合わせしてみたいと思います。で本体はこれブリキ製の缶ケースになってまして、裏面見ていくと裏面はスヌさんの足跡デザインとなっております。はい、あでなんかこの裏側もなんか跡ついてますね。これは何の跡なんですかね。はい、で缶ケース開けていきますと、ここをパカッと開けますと中は万年筆とインクボトル3色入っております。はい、エンジ色と茶色と紺色ですね。はい、3色、このコンバーター式っていうんですか、インクをこれここから充填するタイプ、私初めてなのでちょっとうまく使えるのか、はい、かなり不安ですけれども、はい、やっていきたいと思います。でこのピーナッツのロゴが入った万年筆、いやこれまた高級感のある仕上がりですね。でこの缶ケースと同じこの配色となっておりまして、ゴールドのプリントがされているということで、とても、はい、なんか特別感のある万年筆になっているかと思います。でキャップを開けますとこんな感じの万年筆となっておりまして、このあたりは、はい、特に変わったところはないかなと。これまでの付録の万年筆と、はい、似たような感じですね。でここをくるくる回しまして、はい、こんな感じで取り外すことができます。でインクボトルは3色ありまして、スヌーさんと、ウッドストックさんと、さらにはチャーリーブラウンさんのイラストが入っております。3色あります。でこちら水性の、インクとなってまして、各 5ml、入ってます。で缶のここにぴったりセットすることができます。でこれをですね外せば、これ単体でペンケースとして使うこともできますね。便利なケースとして使えるかと思います。それではインク入れていきたいと思います。まずはインクついちゃうんで手袋をしてやっていきますね。万年筆はキャップとか外してこの状態にして、でインクの方は蓋を外しますと、上にキャップついてますのでこれも外します。はい、そしてペン先をインクに浸しまして、でこの部分を右に回す、はい、回していきますと吸引できるということなんですが、はい、これでいいんでしょうか。はい、回していますけれども、はい、回し切りました。ペン先をきれいに拭きまして、またこちらに戻します。はい、それでは書けるかやってみましょう。はい、つきましたつきました。こんな感じで、はい、うまくなんとかついてくれましたね。ちょっと薄いですけれども、これがエンジ色、はい、ちょっと吸引の量が足りなかったんでしょうか。はい、で綺麗に映ってきましたね。はい、初めてやりましたけどインクの補充は簡単にできるんですね。はい、インクを抜くために水またはぬるま湯にペン先をつけてですね、今度はまた同じようにここを右に回したり左に回したりっていうのをこういうのを繰り返すということで、中の、はい、お手入れができるということです。はい、そうしますと今ちょっと分かりづらいんですけど、インクが染み出てきておりましたので、はい、これを何回か繰り返して水が薄くなってくると完了ということですね。はい、これで合ってるんでしょうか。なんかまだ出てきますね。まだ出てきました。はい、何回か繰り返すと
全部抜けてくる感じです。で次にこの紺色やろうと思ってこのキャップ外すときに思いっきり溢れ出ちゃいましてこんなシミになってしまいましたんで、いやこの辺の操作はかなり、はい、気をつけないとインクが溢れ出てしまいます。はい、そしてもう一回今度は紺色ですね、こちらを、はい、ペン先を浸しまして右に回していくと、はい、こんな感じで吸い上げまして、はい、今度は紺色をやっていきますと、はい、あ、つきましたね。こんな感じで、今度は紺色がちょっと薄いですね。もうちょっと吸わなきゃいけなかったんでしょうけども、はい、なんとか、はい、色がついてくれております。はい、といった感じで使える万年筆とインク3色、さらにはこちらの缶ケース付きのセットとなっておりました。はい、まあ、ちょっとうまくいってなかったような気もしますけど、インクボトルの使い方は十分慎重にやってくださいね。まあ、初めてやりましたけどそんな難しくないかなっていう印象でしたので、コンバータ式使ったことないっていう方も、はい、気軽に試せるんじゃないかなと思います。はい、で使ってみて全体的にですね、付録の質感がかなりやっぱり高くなってますね。モノマスターも2ヶ月に1回発売ということで価格も2000円くらいになっちゃいまして高くなったんですけど、その分この付録の質感っていうのがね非常に上がってるなという印象です。もともと毎月発売されて1000円ちょっとで買えた時もモノマスターは本当にいい付録がついてたんで、まあ、それがさらに良くなったなという、はい、まあ、そんな印象がありました。はい、ということで通常版の付録はスヌーピーさんの万年筆セットでした。おすすめです。では次号の付録は増刊号の後にやります。お待たせしました。続きましては増刊号の付録開封していきます。はい、開封いたしました。増刊号の付録も同じくスヌーピーさんデザインのしっかり座れるチェアとなっております。はい、中にはこちらのチェアと、取扱いの説明書ですね、こちらが入っております。それでは詳しく見ていきましょう。まずはこちらチェアなんですけども、このように、折りたたんで収納できている、まあ、そんな便利な仕様になっているんですね。でこの座る座面をこう半分に畳んで、まあ、ここのジップでですねこう閉じられる仕様になってます。さらにここにストラップもついてますので、こう持ち歩く時にも非常に便利に使えます。でコンパクトなのが非常にいいですよね。で重さなんですけれども、これだけで 522.3g。 はい、それでは開けていきましょう。ジップも滑らかにスムーズになりまして、ジップの持ち手もこういうのついてますんでね、はい、楽々開くことができます。そしてあ、広げますと何かこう、あ、こんな感じで、あ、すごくこれは楽です。はい、簡単にこれは組み立てできそうです。はい、では組み立てていきますけれども、これまずですね、横から見て、この足になる部分をこう X 状態になるようにこう開いてあげます。もうこれだけですぐできちゃいます。最初ちょっとねこれ絡んでる場合ありますので、こう開く時にちょっと難しかったりしますけど、その辺をこう外してあげてこう開くようにしてあげます。はい、あとはここですね、パイプのここをですね、こうジョイントをしっかりとこう組み合わせてあげて、でこっち側も重くなってますね。でここですね、あと残っているところを、はい、それぞれ、バチッと入れてあげて、はい、それだけで完成ということになります。はい、こんな感じで組み立て完成となります。でスヌーピーさんがこうくつろいでいるイラストが描かれた可愛いチェアになってますね。座面の部分の材質はポリエステル生地が使われておりまして、耐荷重は 80kg ということで十分な強度があるんじゃないかと思います。こうですね、でこの部分ちょっとこうですね、へこむような感じにはなりますけれども、はい、特に何も入ってませんのでね。で裏側はこんな状態になっております。はい、こうですね、は
はい、こんな感じで、で畳む時はこう畳んで、でそれぞれの、これパイプのこの部分、ジョイント部分ですね、これを外してあげまして、全部でここ8箇所ありますので、外してあげますと、ジョイント外すとこうねじることができますので、ちょっとここですね、こんな感じで回してねじってですね、はい、畳むことが、できますので、このあたりはちょっと、怪我しないように注意してやってください。でここを畳みますと、はい、こんな感じでですね、畳めますので、はい、あとは、ここにこう、はい、2つに折って収納することが、はい、できちゃいます。はい、ちょっとこれは、こうですね、こんな感じで収納できます。でもう一回開くと、こう開けてですね、はい、こんな感じでこのように戻ってくれますので、あとはここをですね、ジョイントをはめ込んで完成ということになってきます。で中にゴム入っていますので、思わぬ動きをしてしまう時がありますので、その辺はちょっとですね、怪我しないように注意が必要となっております。でこの座面の幅もちょうどよく乗りますので、非常に扱いやすい、サイズということになっております。はい、おおよその面積は、こんな感じとなっております。はい、こちらの方がイメージ湧きやすいという方は、はい、このイメージでお願いいたします。で今ちょっと座ってみたんですけれども、非常に安定感もありますし、耐荷重 80kg ですから、はい、まあ、長時間座っていても全然安心です。まあ、もちろん 80kg 以上の方は乗らないでくださいね。はい、ソロキャンプに使ったりとか、イベントとかですね、はい、まあ、ちょっと待たなきゃいけない時にちょっと座れると楽ですよね。こういったものをバッグに入れておくと、はい、かなり重宝するのではないかと思います。はい、ということでここまで増刊号の付録の紹介でした。それでは最後にジゴの付録紹介しておきます。はい、ジゴの付録はこちらになります。はい、次は1月号ですか、早いですね。11月25日発売で、これですね、ムーミンさんの通常版はイラスト関係室付きスナフキンスタンプ6個セットで、増刊の方はインクボトル3本プラスイラスト関係室付きスナフキン筆ペンセット、ジゴの付録も楽しみなアイテムです。ちょっとね、まだイメージ図が出来上がってないようなんですけど、スナフキンさんのスタンプ6個、いや全部スナフキンさんなんですかね、ちょっと想像がつきませんけれども、6個ついてます。で関係室サイズが 10×10 ということなので、まあ、どうですかね、ちょっとコンパクトサイズ、以前にスムさんもありましたけど、そんな感じなような気がいたします。そして今回の万年筆セットでしたけども、ジゴは筆ペンセットとなっております。インク、はい、もうこの辺りもね、今回と似たような感じかなとは思います。はい、まあ、イラストのね、デザインの画像ができましたら、またまとめ動画で、紹介していきたいと思います。はい、発売日は11月25日楽しみに待ちましょう。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらえましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。